立花。なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ？つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに？ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は泡食ってたらな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一坪の所有者を見つけました。え？わけあってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが抑え、殻の一坪を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか？殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ？一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。